ナセ BA は山形県米沢市にある文化複合施設。米沢市の市街地に位置し、市民ギャラリーと図書館を併設した複合施設として開館した。建物は5階建てで、1階が米沢市民ギャラリー、2階が市立米沢図書館、3階から5階は建物の壁を利用した壁面書庫や基調書庫とした。米沢は年間累積積雪深が10メートルに、 達することもある特別豪雪地帯であることを踏まえ、設計を手掛けた山下設計は、冬でも明るく暖かで快適な市民のいい場所、本の広場を実現すること、さらに中心部に古くから残る住宅的スケールの街並みに高うする複合施設の具現化に主眼を置き、開放的な環境の市民ギャラリーを1回、 静かな環境の図書館を2階に配置することを基本コンセプトとして据えた。また外壁には特殊加工した私有林の杉の間伐材300本を使用。これによって断熱効果を高めるとともに自然に溶け込んだ風景の一つになるような外観を目指した。このほか、建物の外周にはコマヤと呼ばれる広いの木下空間を整備した。 2017年度グッドデザイン賞と第60回 b c s 賞を受賞している。愛称は2016年3月15日から4月15日の1ヶ月間一般公募され候補1434点の中から選ばれた。応募総数は869人で山形県内からよりも県外からの応募が多かった。愛称は 最優秀賞を受賞した、ナセバをもとに決定した。これは、米沢藩九代藩主、上杉鷹山の名言、ナセバなるに由来し、BA は、ブックとアートの頭文字を組み合わせたもの。優秀賞には、タネル、学尾の森、用の音が選ばれた。1965年以降、米沢市では、視聴者、図書館などの公共機能が、中心市街地から郊外に移転した。 それに付随して、次第に商業施設も同地区に集積し始め、中心市街地の空洞化が進行した。こうしたことから、市は2009年度に策定した都市再生整備計画において、新図書館市民ギャラリー整備事業を、中心市街地の再生備における中核的事業の一つとして位置づけ、さらに市は2011年度に中心市街地の賑わいの再生を目指すため、 中心市街地活性化基本計画を策定。その一つとして、新図書館と新市民ギャラリーを市街地に再整備する方針を盛り込んだ。本計画は、中心市街地の再生のみならず、市民の文化生活の質を高め、文化が香る街を実現させることも目的とした。当初、ナセビ A は、米沢ゆかりの名を加かねぐ、上杉影勝。 前田刑事など武将をテーマにした観光施設、戦国の森などが入っていた商業ビル、ポポロ館の跡地に建設を予定していたが、テナントの立ち退きが難航したため、西隣の町の広場跡地に建設地が変更となった。ナセ BA は2013年9月に、着工、2015年12月での完成、2016年4月1日の開館を目指し工事を進めた。 しかし、2014年から2015年にかけての大雪や全国的な建設労働者不足が影響し、後期が2016年3月に延期され、予定より3ヶ月遅れとなる同年7月1日に開館した。総事業費は約28億円。開館1年目の9ヶ月間の入館者は、図書館が約30万人、ギャラリーが約6万3千人を数えた。 また、市の実施した、ナセ BA 近隣における歩行者、自転車の通行量調査では、双方の数値が、ナセ BA 会館以前の調査時の数値より上回った。この調査結果を受け、市では、ナセ BA の整備が、歩行者らの減少に歯止めをかけ、街中の賑わいづくりに効果があったと見ている。ナセ BA の1階に位置する。 市民の美術作品等の発表や鑑賞に幅広く利用してもらうために設置した。市民ギャラリーの展示室は稼働壁によって9つの展示室に分割が可能である。このほかオープンギャラリーや使用料が徴収されるが体験学習室も設けた。また、ブックカフェも併設した。以前は、近地3丁目の置いた総合文化センターに併設していたが、開花。 閲覧面積が手狭であったほか、駐車場も不足気味であったため、市は図書館及び市民ギャラリーを併設した文化交流施設の建設計画を策定。米沢市民ギャラリーと同日、新館としてオープンした。ナセ BA の2階に位置する。2016年3月から新館のオープンまでの移転期間は休館していた。 図書館内の中心は5階まで吹き抜けとなっており、3階から5階に壁面書庫が並んでいる。貸し出しサービスは利用者カードを持っている人を対象に行っている。利用者カードは、大玉地方に在住、米沢市内に通勤、通学されている人を対象に交付されている。貸し出し点数とその日数は個人と団体で異なり、図書、雑誌は個人だと一度に10冊までで、 日数は14日間、団体だと1団体100冊までで1ヶ月間。DVDCD は個人、団体ともに3点まで日数は7日間となっている。返却は原則カウンターとなっているが、返却用のブックポストが2箇所に存在し、休館中もこのポストを利用し、返却が可能。申し込みが必要だが、インターネットの閲覧も調査研究が目的なら、可能。また、 コピーサービスも有料で行っている。駐車場は建物すぐ近くにある街中駐車場がある米沢市民文化会館と併用。自転車やバイクの駐輪場も別に存在する。2010年4月から2012年3月までの限定事業。私立米沢図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。